はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍されている方や昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、このチャンネルが面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身で看護師さんとしてずっと一貫してお仕事をされていらっしゃる菊池さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、菊池さんの自己紹介をお伺いしてもよろしいですか。はい、菊池由紀と言います。私は JICA 海外協力隊では南アメリカ大陸の真ん中辺にあるパラグアイっていう国に2年間行って看護の活動をしてきました。はい、ありがとうございます。今はどちらに何されていらっしゃるんですか。今は私出身も長野県なんですけど、はい、長野県の軽井沢町っていうところにあるホッチノロッチっていう場所で活動しています。軽井沢って聞くだけでも別荘みたいなイメージがすごいあるんですけど、はい、あ、そうですね。あ、そうなんですね。地元の方から主に訪問して、うん、いろんな生活のサポートしたりっていうようなことをしてます。なるほど、ありがとうございます。はい、ちょっと詳細は後ほどお伺いできればなと思います。はい、まあ、この動画では菊池さんのことをユッキーさんって呼びますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、はい、ユッキーさんが JICA 海外協力隊に参加するっていうところのきっかけの話をお伺いする前に、そもそも国際協力っていうところに何で興味を持ったのかっていうところをお聞きしたいなと思ってまして。あ、はい、何がきっかけで国際協力興味を持ったんですか。中学校ぐらいだったと思うんですけど、そこからがスタートですね。はい、学校にいろんなお話をしに来てくれるっていう講演の機会があって、はい、そこですごい印象的に私の中で残っているのが、うん、まあ、よくあるアフリカの子どもの手足ガリガリでお腹がポンって膨らんだ写真、はいはいはい、写真ありますね。はい、中身がどういうことを伝えに来たかあんまり覚えてないんですけど、そこの写真を見せられた中で、うん、この子たちは栄養が足りなかったりしてこうなってて、衛生状況も悪い中でお腹がパンパンでここには寄生虫が入ったりもしてるんだっていうことを聞いて、すごく不公平だなって思った私たまたまここに生まれたから好きにやっているけれども、うんうんうん、この子たちってたまたまそこに生まれたから今そうなってるっていうのは、そこになんかできることないかなって思ったっていうところが、うんうん、なるほど、きっかけです。じゃあもう小学生の時からそこに興味はあったんですね。まあ、もう大元たどると海外っていうところは、祖母が小学校中学年くらいからこれからの時代は英語だって言って英会話を習ってて、はい、違う言葉を習得することで違う文化を持った人と交流して新しいことを知れるっていうのがすごい楽しくって、もともと海外とつながるっていうところはすごく楽しいことだっていう思いはあったんですけど、はいはい、そのお話を小学校か中学校の時に聞いて、うん、はい、それは私何かできるんじゃないかみたいな気持ちを持ったっていう、うんうんうん、なるほどですね。じゃあ実際小学生の時に思って中学校高校もそういう国際協力のアクションみたいなのをした経験とかってあるんですか。まあ、英会話は高校を卒業まで続けてはいて。そうなんですね、すごい。いや、もう忘れちゃってるんですけど、まあ、でもまあやっていて先生もいろんな国の先生が変わってったので、はい、ドイツのイングリッシュだったり、はい、ブリティッシュのイングリッシュだったりみたいなのも、そうなんだ、こうなんか自然とそれがやりながら過ごし、高校は普通科じゃなくて公立だったんですけど、うん、国際教養科っていうのがある高校が、まあ、できたので、そこに入って、ね、修学旅行が韓国でした。いや、すごい。じゃあ高校卒業して、はい、国際教養学科じゃないですか、はい、そっちの道進むのかなと思いきや、はいはいはい、看護学校に行くんですよね、はい、そこって何かきっかけあったんですか。学問が分かってそれを使って何かっていうよりは、健康っていうところが自分の中ではベースだなと思っていて、自分に技術を何か身につけて自分が何かをするみたいなところがやりたいと思っていて。あ、そういうことですね、はい、というわけで生活と医療の間をちゃんと取れるっていうのが看護かなっていうのを思って、はい、で看護師になろうかな、なるほど、まずそこかなと思って。あ、そうなんですね、はい、へえ、専門性を身につけて何かをしたいっていうふうに考えたわけですよね。なるほど。じゃあ実際看護大学とかに行くじゃないですか、はいはい、その時の期間で海外とかも結構行かれたんですか。大学時代はスタディーツアーに行ったり、細かい旅行に行ったり、はいはいはい、国際看護学っていうものは選択制で取れたので。あ、そうなんですね、はい、そこの中で、はい、あのサモアっていう太平洋にある国立大学との協定が結ばれていたので、そこの学生と一緒に実習をしました。はい、あ、そうなんですね、うん、ちなみにサモアと提携があるんで、はい、サモアに行って実習をするみたいな感じなんですか。あ、それがですね、実習の立て付けが学生は選べなくて、今年は受け入れる年です、その次の年は行く年ですなるほど、ね、その波の中で私は受け入れる年に当たっちゃったので、はいはい、受け入れるしかなかった行けなかったサモアの人たちもようこそって受け入れる側だったんです。はい、はい、学生さん来てもらって異文化背景を持つ看護を目指す者同士が日本の高齢者施設とかに行って看護を展開するのを一緒にやるみたいな。なるほど、そうなんですね。実習ってどれぐらいの期間あるんですか。実習は高齢者施設に行ったのは実際は1週間ないくらいで、もう1週間を東京の病院
院の見学だったりとかそういうものも含めてやったので約1週間だったんですけど、うん、異文化背景持つ人同士がやるってこういうことなんだなって感じたのは、清潔を保つっていう行為に関してもそれを日本だとこういう方法が良しってするけど、サモアだったらそれってかわいそうなことになったりするんですよ、うん、あ、なるほどね、まあ、それが多分文化とか習慣の違いっていうやつですね。なるほど。じゃあそういったところでサモアの方と一緒に実習受けてみて実際どうでした、うん、そこをどうしてそう考えたかっていうのをやっぱり一個ずつ掘り下げることがお互いの理解につながるんだなっていうことを思いました。確かに、うん、まあ、何か理由があってそういう選択をしてるんだなっていう、だから日本の当たり前が彼らの当たり前ではないから、うん、ない、 そうですね、そこをちゃんと紐解かないといけないよねっていう考え方ですね、うんうん、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ東京で5年間普通に看護師として働かれるわけですよね、はいはい、実際その間とかその後でもいいんですけど、JICA、はい、海外協力隊を応募する前に海外に長期間行かれてらっしゃったりだとか、はい、そういう時もあったんですか、うん、かなりの長期間ということはなくて、はい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 、まあ、一番長かったのは大学時代に戻るんですけど、大学1年生の夏休みの時に未成年だと親の消毒書必要ですとか言うのと、なんかちょっと申し込み締め切り過ぎてたんですけど、はい、掲示板で見つけて行きたくなっちゃって、はい、南インドのスタディーツアーっていうのに、そうなんだ、応募して18歳の時ですね、はいはいはい、やばでそれが約2週間たっぷりキリスト教系の支援を受けながら自分たちだけでやっている南インドの病院に滞在させてもらって、はい、そこの寮みたいなところに泊まらせてもらって、はいはいはい、水でシャワー浴びて洗濯も自分たちでして現地の着るもの買ってきて、はい、っていうのをやりました。そうなんで、はい、ありがとうございます。じゃあその看護大学を得て次は看護師になったって感じなんですね。そうですね、はい、でも今まで一貫して国際協力というか海外に興味があるものの、就職っていうところは看護師で普通に働かれてたんですか、はい、日本で、はいはい、なるほど。そこなんで日本を選択されたんですか。ちょっと今は変わってきてるかもしれないんですけど、自分が看護師ですって言えるための看護って何ができるのって話なんですよ。なるほど。看護師の資格としては持ったけ ど結論それを活かせるのかどうかっていうところはまた別問題だよっていう切り替えをするんですね。大学を出たとしても点滴打てるわけじゃない、注射もできないんですよ。体の機能は分かるけど、ケアのやり方も習ったけど、はい、それを応用したりとか、その人に合わせてやるっていうところは何もない状態なんです、ね、はいはいはい、そういうことですね、うん、すごい理にかなってます納得しました。あの看護の基礎をしっかりやってくれるところで、はい、国際関係のセミナーみたいなものがあったらすぐに行けるようにっていうところも持って、うんうん、東京に就職しようってもともと持っていたので東京に就職して5年間働いたって感じ。あ、そうなんですね、はい、じゃあ長野県から出て、はい、出ました、東京に行ったわけですね、はい、じゃあそこから JICA 海外協力隊になんで応募しようと思ったのかっていうところもちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、5年勤められて、はい、自分が一人でも海外に行っても日本でも自分で看護ができるっていうのが思ったのが多分5年なんですよね。3年でもいいかなと思った部分あったんですけどはいはい、はい、病院が割と看護師っていう部分の看護の考え方みたいなところをちゃんと噛めるみたいな研修を引いてくれていて、結構それ面白そうだなと思って、活躍してる先輩とかを見てもやった方がいいなって思えて4年目にそれ取って5年目は残ることにしたっていうような感じなんですけど、協力隊をなぜっていうところは、大学の時の国際看護の先生は JICA の、まあ、OG で、あ、そうだったんですね、はい、もうその時から会ってたり、実は私も高校の時も国際協力家だったんですけどね、はいはい、高校の授業として駒ヶ根の訓練所に行ったりして、高校の時から協力隊って長野だから行けるのか、はい、協力隊っていうものは知ってたんですよ。なるほどな、はい、でいずれって思ってたんですけど、でも2年って結構長いなって正直思ってる部分もあって、でも病院で働きながら3年目の時にお世話になった先輩が辞めてワーホリって帰ってきた、はいはいはい、その1年ってなんて短いんだろうって感じで、これもう2年なんて大したことないなって、はいはい、でどっぷり行ってみて、そこでどういう風に活動するかみたいなところをボランティアでっていうところを一回やっぱやってみたいなって思って、うん、協力隊かなって思って。なるほど。じゃあもともと協力隊っていうワードは身近にはあったんですね。ありましたね、まあ、はい、この中であるんで、はいはいはい、ちなみになんですけど、うん、病院で働いている先輩の方がワーホリ行ったって言ったじゃないですか、はい、ワーホリは何で行かれたんですか、その方は。看護師って割と3年目とか5年とかそういうところで一回病院でわってこう働いて、はい、一回ちょっと外に出たいみたいな、出た、そういうのがあるんですね結構病院も割とそうあってやっぱそういう意味でのちょっと一回リフレッシュみたいな感じで出る人は多いです、はいはいはい、看護師の資格っていうところはね、国家資格で働く場所も病院だけじゃなくって、はい、地域の場でもいろいろあるので、帰ってきて働く場所もあるんですよ、うん、あ、じゃあそれだったら確かに抜けやすいですよね、うん、そうですね、一旦どっか行って、はい、経験しまた戻ってきてみたいな、はい、うん、病院はそれが特にそう思いやすい場所だと思います。なるほど、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ国際協力の中でも JICA 海外協力隊というところももともと知っていて、はい、5年経ってもういいだろうというところで JICA 海外協力隊を受けるわけですね、はい、ありがとうございます、うん、まあ、この動画ではユッキ
キさんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところをお伺いしたんですけど、はい、次の動画では JICA 海外協力隊で何を知ったのかっていうところのお話をお伺いできればなと思います。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。